KNX とは、インテリジェントビルのための OSI ベースのネットワーク、通信プロトコルであり、AN5090 及び ISO, IEC14543 として、標準化されている。既存の3つの標準、ヨーロピアンホームシステムズプロトコル、バタバス、ヨーロピアンインストレーションバスの後継として、策定された。 KNX は KNX アソシエーションが管理している。EIB のプロトコルスタックを基本として物理層、構成モード、アプリケーション層などをバタバスや S から取り入れて拡張している。物理通信媒体としては次のようなものが定義されている。KNX は特定のハードウェアプラットフォームとは独立したものとして設計されている。KNX ネットワークは8ビットの マイクロコントローラやパーソナルコンピュータで適当な実装をすることで制御できる。KNX の一部は C バスやエコネットとも競合している。KNX トランシーバー、ボードバイエルモス KNX 機器は2種類に分類される。日本ではまだ商業物件への採用実績は少ないが2014年に日本 KNX 協会が日本における KNX を代表するナショナルグループとして設立され、KNX の啓蒙及び普及活動を行っている。ありがとうございます。